竹久夢二、竹久夢二、竹久夢二、1884年、明治17年9月16日から1934年、昭和9年9月1日は、日本の画家、詩人。本名は、竹久文次郎。数多くの美人画を残しており、その叙情的な作品は、夢錦美人と呼ばれた。大正ロマンを代表する画家で、大正の浮世絵師などと呼ばれたこともある。また、児童雑誌や詩文の挿絵も描いた。文筆の分野でも、詩、歌謡、童話など創作しており、中でも、詩、宵待草には曲が付けられて、大衆歌として受け、全国的な愛称曲となった。また、多くの書籍の装丁、広告宣伝物、日用雑貨のほか、浴衣などのデザインも手掛けており、日本の近代グラフィックデザインの草分けの一人とも言える。彼自身の独特な美意識による夢錦美人画と呼ばれる作品の多くは、日本画の技法で描かれ、軸物や屏風仕立てではする。また、洋画、キャンバスに油彩技法による女性像や風景画も残れている。好んで様々な表現形式を試みたが、むしろ、それらは後世になってから評価されたもので、当時の時点においては、印刷された書籍の表紙や、広告美術などが多くの目に触れ、大衆人気という形で脚光を浴びたのであった。一時は、中央画壇への憧れもあったようだが受け入れられず、終生のにあって、新しい美術のあり方を模索した。世の動きとして見た場合、当時の画壇では、様々な芸術思潮が交錯し、ある意味で、大動機の不定の最中である。都市における大衆文化の開花による消費生活の拡大を背景とした新しい応用美術としてのデザインというものの黎明の時代であり、夢二もこれに着目した。生涯の後期に至っては、彼の図案家としての才能の実績において、生活と結びついた美術を目指し、あるいは産業と融合すべきとの理念を持ち、むしろ積極的に商業美術、後に言われるグラフィックデザインの概念を描いていたようである。榛名山産業美術研究所の構想や先進地である欧米視察への願望がこのことを裏付けている。21世紀に入っても画集、詩文集、童話が様々な想定で刊行されたり、夢に作品を専門に所蔵する美術館、後述以外でも展示会が開かれたりしている。また2017年には、従来知られていなかった作品、唐船峡、屏風絵が発見された。年代の後は満年齢を示す恋愛遍歴についても数々の評伝があり、自身の日記や手紙などで語られる愛の言葉は後世の多くの創作の題材ともなっている。特に下記3人が夢にをめぐる3人の女性としてしばしば取り沙汰される。1882年7月28日から1945年7月9日、石川県金沢市出身、本名は岸田満喜。戸籍上唯一妻となった女性である。兄を頼って上京後、結婚歴があり死別した前夫との間に2児があった。自立のために、早稲田鶴巻町に開店した絵はがき店、鶴屋に、夢二が客として毎日店に通い詰めた挙句、2ヶ月後には結婚に至った。2年後には離婚するが、その翌年に再び同棲、そして別居を繰り返す。夢二が彦野を知った後の大正4年、1915年、玉木と画学生東郷哲春、清二との仲を疑い、富山県の海岸で夢二が玉木の腕を刺すことによって破局を迎え絶縁に至る。しかし、玉木は、結核療養中の夢二を心中まで見舞い、また夢二亡き後も終生彼を慕い続けたという。1896年3月29日から1920年1月16日、山梨県南駒郡西島村、現、身延町西島生まれ、本名は、笠井彦野。別名に、山路志乃。日本橋の紙問屋の娘として、裕福に育ち、女子美術学校の学生であった。夢二のファンであり、絵を習いたいと、港屋絵草紙店を訪問し、交際が始まる。玉木と別れ、京都に移り住んだ夢二としばらく同棲するが、大正7年、1918年九州旅行中の夢二を追う途中、別府温泉で結核を発病。父の手によって東京に連れ戻され、夢二は本郷菊富士ホテルに移るが、面会を遮断される。お茶の水順天堂医院に入院した彦野は、そのまま短い人生を終える。夢二は彦野を最も愛していたようであり、その死後しばらくショックから立ち直れなかった。彦野日記を残す。彦野との別離で心を痛めた夢二は、彦野の面影を持つ、帝劇女優の桜井八重子に、恋文のような手紙を出し続け、八重子も、菊富士ホテルを訪ねている。1904年3月11日から1980年10月24日、秋田県出身、本名は長井かこよ。上京後、東京美術学校のモデルとして人気があった。藤島武二、伊藤聖浦のモデルを務めた後に、菊富士ホテルに逗留していた、夢二のモデルとして通ううちに同棲、渋谷、現在の渋谷ビーム、同地に、関ひやりに所帯を持つ。大正13年、1924年、夢二が設計した世田谷、少年山荘に一緒に移り住んだ。一児を設けるが夭折。翌14年におはは、自殺を図り、半年後に別離する。あと、医師と結婚し主婦として穏やかな生涯を過ごした。夢二の代表的な絵画作品である、黒船屋のモデルは、彦野説、お陽説がある。ただし、構図は、坂東元の黒猫を抱ける女を参考にしたと言われる。同じモチーフによる木版画や本の想定もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。